WBA 世界ジュニアフェザー級タイトルマッチ、アントニオ・セルメニョ対ホセ・ロハスの一戦。まあ、小泉さん、現地に行かれたそうですね。そうなんですね。まあ、この興行はですね、まあ、メインイベントが世界タイトルマッチですね。6つのですね、中南米タイトルマッチがありまして、もう世界ランカーの総登場っていうのか、もう中南米のトップレベルの選手ばっかり集まった大興行だったですね。まあ、そんな中行われた一つのこの試合、たっぷりとこれからお楽しみいただきましょう。これホセ・ボニージャですね。まあ、WBA フライ級チャンピオンですね。すでに両選手ともリングに上がっています。それでは早速両選手のプロフィールから参りましょう。まずは WBA 世界ジュニアフェザー級のチャンピオン、アントニオ・セルメニョからいつものように教えてください。はい、ベネズエラ・ミランダ出身ですね。年齢は28歳、戦績がですね29戦28勝17 KO 1敗です。95年にですねウィルフルド・バスケスに、まあ、ワンクラスでしたけれど12回判定勝ちでですね WBA のジュニアフェザー級タイトル獲得してこれまで6度防衛してますね。まあ、そのうち2度はですね笠井雄一選手と戦ったものですね。まあ、長身の、まあ、ボクサータイプですね。はい、まあ、エキサイトマッチではねもうすでに皆さんもご覧になってておなじみかと思いますが、うまいですよねボクシングはね。そうですね、まあ、ずるい老快なところありますね。そして、その長いリーチをうまく利用してですね、はい、アウトボクシングしますね。はい、ゆっくりとロープに体をもたせかけていますアントニオ・セルメニョ。そして挑戦者も地元ベネズエラの選手です、ホセ・ロハス。小泉さん、こちらもお願いします。はい、まあ、ベネズエラ・カラカス、まあ、首都カラカス出身の、年齢26歳ですね。戦績は12戦9勝6 KO 2敗1引き分け。この選手がユニークなのはですね5年半のブランクがあってですね、はい、まあ、今年カムバックしてきたんですよね。でなんとですねカムバック2戦目にですね世界ランカーの、パストロ・マウリにバンクラスの判定勝ちですね。それで世界ランキングに、まあ、突入してきたんですね。ははー、まあ、サウスポーのトリッキーなファイターです。現在のそのランキングが改めて言いますと11位というこの挑戦者ホセ・ロハス。まあ、挑戦資格なんですけど WBA は12位まで毎月発表するんですね、はい、その12位以内だったらこれ挑戦できるんです、はい、この映像で見る限りはですね小泉さんちょっとリングが狭いかなという気もするんですが、そんな気は現地ではありませんでした。いや、特にしませんでしたけどね。カメラの角度のせいかもしれませんね。今コールを受けましたチャンピオンのアントニオ・セルメニョです。これがちょうど30戦目ということになります。まあ、これまで負けたのはですね韓国でですね、まあ、世界の挑戦者決定戦で韓国のチェ・ジュウォンと戦った試合ですね、はい、まあ、この試合はお互いがもうミスブローとプリンチの連続でですね、というのは結局アントニオ・セルメニョの長いリーチを相手は殺したんですよね、チェがね。ホセ・ロハスもコールされました。 WBA 世界ジュニアフェザー級タイトルマッチ12回戦チャンピオンの7度目の防衛戦、28勝1敗 17KO。 小泉さんの解説の通り1敗というのが、まあ、その韓国人相手に戦ったものです。さあリングサイド雰囲気、今第1ラウンドスタートしました。かなりこうざわついた盛り上がった雰囲気なんですけれども、そんな表現でいいんでしょうか小泉さん。まあ、会場は盛り上がりましたね、というのはですね会場に分してセルメニオファンとこのカラカスでしょ地元の選手ですね、はい、まあ、ホセ・ロハスファンという二分されましたね。あー、まあ、同国人です。いい左を出していきます。伸びがあります。そしていつものようにチャンピオンのセルメニョ左リードブロー、こちらも伸びがあります、リーチがあります。ウッドはいきません。情報によりますと観衆は1万人だということです。そんなもんですか。そのぐらいは入ってますか。入ってましたね。よく入っています。右のストレートが左よーと、随分セルメニョ積極的に出ていきます。まあ
まあ、現地のコメンタリーも言ってますけれど、セルメニョがですね、まず主導権を取りつつありますね。セルメニョにしてはこれ結構珍しい第一ラウンド、でもなんか出ていってますよね。積極的に出てますね。積極的です。28歳のアントニオ・セルメニョ、これが7度目の防衛戦です。まあ、いつになくと言いましょうか、積極性を見せていますセルメニョ。まあ、セルメニョっていうのはですね、最初の3回までは非常に打ってきて強いんですよね、はい、でペース取り切ってからペースダウンする、あ、そういう老下なところがあるんですね。ちょっと近づいていきます。まあ、笠井選手とラスベガスで戦った時なんか、その恒例ですね、1ラウンド目特に強かったですね。そうですね、あのラウンド自分のペースを作ってずっとそれを守りましたからね。あとはね、はい、十分ロハスも研究しています。相手の距離を十分取っています。この辺はスウェーバック、そして下がっていきます。右を回してきました。インサイドに入ってこようというホセロハス、左から右、返してきます。また右、油断できません。セレメニョ、力のこもったパンチ打ってますね。そうですね、また右、左、これはいつも以上に積極的ですよね。立ち上がり第1ラウンド、ただお互いディフェンスの上手い選手同士ですからね、はい、右のクロス、ロハスの右のクロスです。当たってはいません、はい、お互いパンチを出してはかわし合ってますね。これはですね、同国人そして地元ということもありまして、これだけの勝ち、曲がった右のクロスです。いやがおうにもこれ両者が盛り、気分がだいぶテンション高いですね。そうですね、いつも以上のタイトルマッチ戦、内容を見せています。アントニオ・セルメニョ、また右です。相手サウスポーなんですけれど、左をよくついてますね。そうですね、左を出していきました。サウスポーの挑戦者ロハス、まもなく第1ラウンド終了です。あのジャブはですね、パンチ当ててですね、相手にダメージ与えるためじゃないんですよ、相手が入ってくるのを防ぐためのジャブなんですね。力はそれほど入れてないんですけど、ともかく左よく出しますね、当たれば儲けもの、距離取るためのジャブですね、はい。まあ、1ラウンド目は、構成を取りまして、セルメニョですね、はい、積極的に手を出してますね。そうです、はい。まあ、セルメニョはフロリダあるいはネバダ、ネバダというのはラスベガスですけれども、こういったところで試合をして、それから先日葛西雄一との一戦では、2戦目では、横浜まで来ました。まあ、ベネズエラでこの試合をやるということにもかなりのエキサイトな気持ちを感じ取っているでしょう、アントニオ・セルメニョ。まあ、ベネズエラ以外の土地でもですね、戦いながらこれ29戦28勝上げてるんですから ねやはり、まあ、自分の持って生まれたですね、この恵まれた体格生かすボクシングってますよね。細いように見えますが、意外とその硬い戦の時に気がついたんですが、力強いんですよね。そうですね、距離を十分置いています。ベネズエラカラカス出身のホセ・ロハス、左が届きます。セルメニョの方がリーチがありますので届きます。非常に積極的ですね。そうですね、ジャブジャブついてペースを取ろうというこの積極性、ボディを返してきますロハス。右のクロス、インサイドから左を放っていきます。よく動きます、アントニオ・セルメニョ。お兄さん、この1ラウンドから3ラウンドまでペースを取るためにかなり積極性を表すという性格、戦い方を教えていただいたんですけども、いつも以上にやっぱりこれ積極性が出てるんじゃないですか。そうですね、まあ、ベネズエラ同士ですね、こいつには負けられるかっていうところがあるんですよね。やっぱりね、出てるようです。これがちょうど30戦目というチャンピオン、セルメニョ。体重区も伝え聞いています、アントニオ・セルメニョ。実際ラスベガスで練習を見た時にも、かなりその体重が苦しそうだなという印象は受けました。まあ、前日が計量ありましたね、この試合、はい、その前日までですね、まあ、何ラウンドですかね、4ラウンドスパーリングしてましたね、汗出しのスパーリングですね、目慣らしのスパーリング、
飛び切りやってました。右を合わせました。セルメニョ、この辺がうまさ、そういうでの現れです。ベネズエラの首都カラカスで普段荒れています。挑戦者の地元で、まもなく第2ラウンドも終了します。挑戦者はどうしても飛び込んでいかなければいけません。このロハスはですね、セルメニオがあれだけ左手伸ばしてくるんですから、これを払ってですね、パーにして左ストレートって右フック返すっていうのがいいと思いますけどね。押していきました。右フック、ここでゴングです。第1ラウンド中、第2ラウンド終了しました。まあ、一発最後にこのロハスの右フック当たっただけなんですけど、そのロハスファンが大騒ぎですね。ですね、地元です。ポイントとしてはですね、このラウンドも積極的に攻勢取り続けたセルメニョのポイントだと思います。はい、計量では 55.3 キロ、これは両者 55.3 キロです。小泉さん、先日、夏場7月ですね、ベネズエラ大きな地震がありましたけれども、それへの何かこう義援金、チャリティーのためのこれイベントだそうですね。そうなんですね。だからそのベネズエラのスクレっていう地区でですね、地震がありましてですね、被害大きかったんですね。そうですね。WBA、ベネズエラ本部ありますから、はい、それの義援金をその捻出するためにですね、ここでこういう大興行を開いたんですけど、1万人の観衆を集めました。これは大きな義援金になることでしょう。 WBA 世界ジュニアフェザー級のタイトルマッチ12回戦、だからファイトマネーと旅費はですね、はい、もうみんな自己負担なんですね。だからプロモーター払ってくれないんですよ。その分これは、このチャリティーに協力という形ですね。さあ、打っていったところをくぐってしまいました。アントニオ・セルメニョ、レフェリーが今入りましたけれども、マウスピースですか。いや、紐ですね。さあ、再開です。ひもがブラブラしています。そうやって見てしまうとちょっと気になります。このロハスっていうのはですね、変則的な上にディフェンスがうまいですね、はい、セルメニはもう非常に積極的に先に手出してますけど、そのほとんど、空振りさせてますね。そうですね、右を振っていきます。セルメニオも同じです。右に上げます。右を絞って待っていました。またその右を持っていこうという飛び込んでいきました。ここでロハスです。打っては離れます。ボセロハス、ヤネフは空振り、セバックダッキング、両者がいい動きを見せます。くぐりながら、くぐりながら近づいていきました。ボセロハス、イナパ、すごいボディコントロールですね。素晴らしいですね。前座試合からそうなんですけれども、お互い体の柔らかさとスピードを生かし合った、こういう打っては避け合い、打っては避け合いですね。テクニックの応酬という感じですね。そうですね、東洋人同士のボクシングを見るのとはちょっと違った感じがしますね。ね、力というよりもそのテクニックを披露し合う、それで勝負するというそんな感じがここまでは出ています。アントニオ・セルメニョ対ホセ・ロハス、同国人同士が素晴らしい試合をここまで展開しています。体が柔らかいですからね、例えばワンツーの右ストレート打っても手がよく伸びるんですね。最初の出花、ホセロハスがそれを感じさせました。この左もよく伸びます。このラウンドはちょっと難しいラウンドになりそうですね。お互いいいパンチ当ててますね。セルメニョが右ストレート当てれば、このロハスの方はですね、右のアッパーを叩きつけてますね。さあ、追い込んできました。右入れ替わりました。この辺もうまいところです。セルメニョ連打からボディ良かったですよ、はい、セルメニョ入れ替わった途端、連打ボディブローを放しました。
残り20秒切っています。ミドルクロス、まだ世界ランクに入ったばかりのホセロハス、まだこれが13戦目、9勝2敗という成績、一つの引き分けがあるんですが、ホセロハス立ち上がり、素晴らしい立ち上がりを見せています。 WBA 世界ジュニアフェザー級のタイトルマッチ12回戦第3ラウンドはいかがでしょうか。まあ、このラウンドいいパンチありましたけどね、パーですね。まあ、このラウンドは難しいです。セルメニョもミニストレートいいパンチ与えましたよね。そして他はそのコントロールいってますね。私はそのセルメニョのポイントにします。はい、いいディフェンスの防御を見せています。ディフェンスの防御というのはダブってますね、はい、ディフェンスの動きを見せていますが、これだけでも何かこうポイントを取れそうな、そんな動きを両者がしています。ディフェンスっていうのは一種の技ですよね。そうですね。だからやはりあのテクニックがあるっていうことですよね。こういった動きを見せられますと、これ両者ともいい仕上がりでこの日を迎えたんだなというのが分かりますね。おっと右肩を取ろうというチャンピオンです。ただしセルメニョがですね、こんなに最初からそのスピードがあってですね、積極的に攻めていくのにびっくりしました ね。 そうですね。その前々日練習見た時ですね、はい、もうウェイト落とすのにへばってたんですよね。やっぱりいつものように原力ですか。で4ラウンド汗出しのためのスパーリングした時に、その合間っていうのをゲソッとしてですね、相手はリングの中立ってるんですよ、ええ、ところが攻めるだけ椅子入れてもらって、はい、ぐにゃーっと座り込んでたんですよね。あ、そうですか。お前大丈夫かよっていう風な感じだったんですけどね。ところがウェイト作って計量した後、パスした後はこういう風に回復してくるんですね。左を当てていきました。いきなりの左。セルメニョはそして葛西雄一と戦ってからこれ2ヶ月のインターバルしかありません。アントニオ・セルメニョ、そうなんですよね。7月26日横浜からで、9月27日これ、まあ、ベネズエラですからね、はい、本当に2ヶ月ですよね。左持っていきます。左フック、これ当たりましたね、はい、相手が右フックった時に左フック合わせたんですね、うん、体を振りながら近づいていきました。さあボディブロー、セルメニョがもう簡単なく左出しますね、本当にそうですね。初めての世界挑戦、ホセロハス、そしてこれが7度目の防衛戦、アントニオ・セルメニョ。同じベネズエラ、この若干13戦目にしまして、わずか13戦目にしまして、ホセロハス、素晴らしいテクニックを披露しています。30秒切りました。第4ラウンド、ボディを打っていきます。左フックですね、ちょっと軽いんですけど、はい、ヒットしましたね。ボディから右、返しますが当たりません。随分左を思い切り振りますね。だからやはり、まあ、ロハスの方が強振型ですね、今右をヒットしましたね。ただ打たれた後は体の向き変えたり、です足のポジションを変えますね、ロハスも。そうですね。第4ラウンド終了しています。このラウンドもセルメニョですね、はい、おそらくベネズエラにはこういったロハスのような選手がいっぱいいるんでしょうね。まあジムで見たんですけどね。どうでした。みんなやはりあの体を柔らかく使うことを基本にしてますからね、だからトヨのようにガードを固めて、はい、そしてガードを高く上げるっていうボクシングじゃないんですね。で上半身をもう前後左右、そしてウィービング、はい、ダッキング、そういうのを自在に使いますからね。だから避けることをかなり練習させますね。まあ、ディフェンスも武器だっていうのを彼らは知ってるんでしょうね。しかしこれを見ますと本当にそれを感じますね。ディフェンスは武器、右のストレートよく伸びます。左を返します。右を打つ。動きが止まった瞬間、また動き出します。左を返しました。セルミノ、これに応戦します。ロハス、ミルカッター、セルミノ今右のカウンターちょっと捕まっていくんですが、抱え込んでしまいました。ロハス、いつもは身長でいやいや弱気みたいに見えるこのセルミノがですね、
今日はパワフルですね。アグレッシブです。非常に元気がありますね。倒し屋のような感じを受けます。アントニオ・セルミニョ、よっぽどそのパスしてからいい時を過ごしたんでしょう。コンディションが抜群のようです。あるいはやっぱりこの観衆が、地元での観衆がこの2人を盛り上げているんでしょうか。これはやっぱり違いますよね。外国でね、はい、防衛戦を行うのと自分の国で防衛戦を行うのは大きな違いがあるでしょう。まあ、地元の利っていうのはですね、まあ、気候風土、設定食べ物、はい、そういうものもありますからね。敵地のハンディキャップですね、それを克服して勝つっていうのはやはり偉いことだと思いますよ。そして報道などではね、やっぱりこれ取り上げてるでしょうしね。身を出します。非常に積極的にですね。そしてたまにボディを打つんですよ。このボディ、右に返す。右にカウンター、パンチを出してこれを応戦するんですけれども、押されています。ホセロハス、両者がお互いのパンチを殺し合います。本当にテクニックの応酬になっています。 WBA 世界ジュニアフェザー級のタイトルマッチ。これもグローブでブロックしています。今度は背中に当たりました。オセロ強振型、これで最後まで持つんでしょうか。そんな感じさえしてしまいます。今もボディ、ボディね、チャンピオンのボディブロー強くと、もっと効きますけどね。右を合わせようとしています。セルメニョ、その前に入り込まれてしまいました。ロハスとしてはですね、近距離で戦いたいですね。ああゴングです。ライブランドのそれを許さないのはセルメニョ、やはりストレートパンチでですね、空振りしてももう頻繁にストレート打ってるからですね。このラウンドはセルメニョいいパンチ当てましたね。まあ絶対9ですね、文句ないでしょう。あそうです、はい。セルメニョはいいのは打たせないんですね。本当に打たせませんね、はい。第6ラウンドです。 WBA 世界ジュニアフェザー級のタイトルマッチ、ベネズエラの首都カラカスで行われています。ボディから右、ここまでお互いに十分なテクニックを出しています。これが7度目の防衛戦になります。チャンピオン、いつものように体重を落とすのが苦しかったということが伝わってきていますけれども、これだけの動きをできます、することができます。Parece tomar un segundo aliento Cheo Roja, sexto asalto, dobla bastante. 距離を置いています。ロハス。Pero sin sacar todavía, sin poder combinar en el sexto round. Así es, no, manteniendo las cosas con calma, ya viendo ese el trabajo que va a hacer Andrés Cermeño.ちょっと違いますね、挑戦者の、まあ、チャンピオンが攻めていかないせいでしょうか。2人のなんとなく動きはちょっとですね、足を使ってですね、その体で回るとしてますね、ロハスの方が、はい、ところ相変わらずですね、セルメニはそのジャブを出してですね、その動きを封じてるんですね。アウト、ミニクロス、はい、セルメニョ、エルカンペオン、さあ出ていきます。また出ていきます。足を使います。周り抜けていきました。相手の前を外してるんですよね、たまにああいうふうにちょっと足を使ってですね、左ボディブロー、アントニオ・セルメニョ、あのウィルフレド・バスケスから WBA の世界ジュニアフェザー級のタイトルを取りました。6度防衛、その中には日本の葛西雄一も含まれています。そしてタイソン戦前座、タイソン対あのホリフィールド戦の前座、エディ・サエンスとも戦いました。
結構いい舞台を与えられてるんですよね。そうですね。おーっと出ていきます。ガードします、ガードします。チャンピオンがガードする。飛び込んでいきます。ホセロハス当てさせてないですよ。当てさせてないですね。Veo algo en Cermeño hoy que no está lanzando mucho sus upper de izquierda a la zona media como lo dijo Leonardo. こういうディフェンスのしっかりしたチャンピオンも来ますとセコンド陣は割とこう安心してられるんじゃないですか。まあしかしですね。またそんなこと言ってらんないですね。でもね。Nuevamente desairado. 突っかかっていきます。Experiencia tiene Cermeño. Es la séptima defensa de su título. ただですね、このラウンドセルメニオもパンチは当たってないですね。ああ。あと今ミュウカ当たりましたよ、いいカウンターになりました。ボディブロー、しびれを切らしたと言いましょうか。思い切って飛び込んでいったところロハスのボディを狙い撃ちました。サルメニョ第6ラウンドを終えています。まあこのラウンドですね、難しいですか。ロハスがかなりこれ攻めてるんですね。まあ補正ポイントですね。このラウンドロハスにつきます。あ、初めてジョーさんロハスにつきました。初めてですね、はい、3ラウンド目がですねちょっとクエスチョンマークラウンドで、もしかしたらロハスに振ってもいいかなというラウンドですか。そうですね、はい、あのラウンドはセルメニョの右ストレートとですね、このロハスのサスポーの右アッパーですね、はい、それがお互いそのクリーンと試合いましたからね。さあまた出ていきます。まっすぐ出ていきました。アントニオ・セルメニョ。普段は物静かな物腰、それから受け答えをします。左リック。ジョーさん直接あの確かセルメニョにねインタビューしましたよね。そうですね。その時もこう静かだなという物静かな受け答えだったんですけれども。このリング上からちょっと想像できないようなそのギャップがあります。でも言うことはしっかりしてましたよね。堂々たる受け答えね。まあベネズエラのジムに行った時にですね、はい、アミーゴって言って、いや友達よって言って握手してきたんですね。ああそうですか。で私は、まあ、葛西選手のセコンドついてましたし、いやもう憎きセルメニョですねお前は友達じゃないって思ったんですけど、それは大人げないんでですね、それで笑って握手しましたけど、あのセルメニョっていうのは非常にリング外ではですね、あのなんですか、朗らかなところあるんですけど、ただ普通の中南米の選手からするとちょっと神経質ですね。ああそうですか。カウンターを取りました。ロハス左当てたかというところです。距離の取り方がうまいですよね、セルメニョは。右当てようとしたんですが、これをうまく返しています。こういったうまさというのはベネズエラ人の特有と言ってもいいですか。特徴的ベネズエラは技巧派が多いんですね。やっぱりこういう2人なわけですね。歴代のチャンピオンから見てもそれは言えますか。と、まあ、ベトリオ・ゴンサレスとかですね、そういういろんなうまい選手がいましたね。やっぱりベネズエラというとうまい選手、うまいチャンピオンという感じですか。まあ、技術に中南米の中でもですね、ちょっと技術に走りすぎる傾向があるんですけどね、ちょっとパワーにかけるチャンピオンもいますよね。セルメニョなんかその通りのような感じもありますねただ体の次第でですね、はい、もう体のバネで打ってきますからね、結構パンチ効きますよね。左顎を捉えました。セルメニョ左ドンシャープなパンチを繰り出します。今日のセルメニョ7ラウンド目、まもなくこのラウンドも終了するか。ボディを打ちに来ましたセルメニョ。7ラウンドまで来てますけども、スタートの積極性は失われていません。この下からのアッパー長いですね。距離があります。7ラウンド目終了しました。日本の選手はああいう長い距離でですねアッパーを出す訓練してませんよね。ロングのアッパーっていうのは日本の僕のセオリーにないんですよ。アッパーっていうのはあくまでもうショートアッパーなんですね、近い距離で下から突き上げるんですけど、向こうの選手下からファン・マルチン・コジのように出してきますね、はい、さっきのラウンドも、セルメニョのラウンドです。多彩なアッパーを持っていますアントニオ・セルメニョ。このロハスなんですけどね、バンクラスの勝利を記録したのは8月の23
アルゼンチンなんですよね。あ、そうなんですか。でこれ9月27日ですからね、一月と4日ですよね。あ、そうですよね。だからこれチャリティー興行でですね、やっぱり相手が決まったのがですね、やはりもう直前でしょうね、まあそれにしましてもこれタイトルマッチですからね、はい、勝てばチャンピオンが入れ替わります。世界ランカーのマウリンに判定勝ちを収めまして、ランクイリン、そしてこの世界初挑戦オセロハス、しかも地元カカツの舞台です。右当てました。セルメニョボディ打っていきます。この地元でのボクシングの取り上げ方、マスコミはどうなんですか。いや、スポーツ紙なんか見てもですね、非常に野球が盛んなんですね。野球ですか。ベネズエラリーグがありますし、そして大リーグの中でのレポートも多いですね。その中でベネズエラ人の選手だけ太字体で書いてあるんですね。あ、なるほどね。だから日本で野茂選手の活躍が、その記事が大きくなるように。あ、だから、まあ、アメリカでのそのベネズエラ人選手の、はい、その活躍なんかは、それがスポーツ紙の前へ行きますね。ボクシングはやっぱりそれに次ぎますね。あ、そうですか。おっと、これはいきません。お、間に入ってるところだったんですけれども、いや、クリンチがそのホールド、ああ、注意されてます。ロハスもそれに構わず打っていきました。それには注意はありませんでした。まあ、このように先ほどから打ち込んでいくんですが、当たってはいません。ボディに一つ2つ入りましたか。マイラウンドですね。本当によくその打ち合うんですよね。右クロス入りません。ただセルメニアの技巧の方がまた当ててるという感じですね。30秒です。右、これで落ち下ろし。ちょっとバックハンドしましたね。右フック空振りして、はい、ロハスの方ですけどね、飛び込んでいってしまいました。ロハス、ロハスもしかし8ラウンドまで続きますね。よく攻めていきますね。そうですよね。空振りしても空振りしても、やはり挑戦者魂ですね、チャレンジャースピリットですね。お客さんが湧き上がっています。ゴングです。第8ラウンド終えました。まあ、このラウンドもよりヒットしているのはセルメニョですね。ちょっと左、右目、じゃあ左目の端切りましたね。そうですね。この辺盛り合った時でしょうか。この辺もずるいですよね。あ、やられたからやったんですね、これね。あそこでパンチはですね、その出すぐらいの方がいいんですよ。いや、格闘技ですからね。以前それで試合が終わっちゃったケースありましたからね。それで注意されたらごめんねって言って、それ嫌いいんですよ、レフリーにね。真剣勝負です。 WBA 世界ジュニアフェザー級タイトルマッチ12回戦ですね。もう攻撃的なリズムの体になってますとですね、自然にパンチ出るんですよ、はい、それでミスしたのが、まあ、テリー・ノリスですけれども、ね、やりすぎちゃったんですね、はい、ね、まあ、また出ないようではダメなんでしょうね。そうですね。そのぐらいの気持ちではね、まあ、これ一種の条件反射ですからね。相手はその自分のパンチが当たるポジションに来た時はもうナチュラルに自然にパンチがもう出ていかないといけないですね、もう一度レフェリーが入りました。お互いの動きがここまで続いています。1回大きく離れます。オセロハス、これが初めてにして大きなチャンス、オセロハスです。まあ、セルメニョなんかもう中南米のアウトボクサーの典型なんですけどね、相手が出てこなければジャブついてきますし、で相手が打ってくるとスッとバックステップしたり、あるいはヘッドスリップしたり、ダッキングしたりしてかわしますね。結局バランスがいいからそれができるんですね。はいはい。今度はセルメニョ一転して出てきます。ガードを固めながら待っていました。ロハス、
いやしかし小泉さん決定打というのは出ませんね。このように杖あるいはいろんなテクニックウィービングパンチをかわしていきます。採点は難しいですよね。お互いそのディフェンスがうまいですから相手のパンチ当てさせてないですよね。そうですね。有効なクリーンヒットって言いますよね、その採点基準、いつもね小泉さんおっしゃってますけども、お互いにパンチを当てさせないそのテクニックを披露し合ってますからね。残り40秒切っています。だからお互い上手い選手同士だったらこんな試合になるんでしょうね。セルメニョはですね、今日は体に力がありますね、どん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 攻めていきますね。セルメニョも空振りが多いんですけどね。そしてお互いによく動きます。足を使います。Se retira Cermeño, viene la campana para indicar la culminación del noveno round. Desairado una vez más Cheo Rojas. このラウンドも倒れることなくどうやらゴングが鳴りそうです。今鳴りました。第9ラウンド終了です。このラウンドなんかもある意味で難しいですね。お互いそのクリーンヒットほとんどないですよね。もうディフェンスのテクニックの交換ですよね。まあこのラウンドはですね、そのセルメニョやはりコントロールしてたんでしょうね。どちらがペースを取ってたかっていうとですね、リングジェネラルシップやっぱりセルメニョだと思いますね。はい、さあ WBA 世界ジュニアフェザー級タイトルマッチ12回戦は第10ラウンドに入りました。こういったディフェンスの上手い選手を迎えたときどういうふうにこれ崩していけばいいわけですか。やはりですね、上下の打ち分けですね、それからフェイントですよね。あ、フェイント、はい、それがないとですね、そのこういった選手もパンチ当てにくいですね。葛西選手がですね、あの横浜で2戦目に結構パンチ当てたのはやっぱりボディ打ったからですよ。はいはい、胸元をですね、ワンをその顔面打って、ツーをその胸打って、そして左フック返す、ボディよく打ったからパンチ当たったんですね。顔面ばっかり狙ってるとですね、相手はひょいひょい避けますよね。なかなかこのサルメニョ顔自身自体も小さいので当てることが難しいんではないでしょうか。ロハスもよく見たらよく小さいかもしれません。そうですね、同じぐらいですもんね。小さいですよね。まあ、上背ではサルメニョを取りますけどね、まあ、顔が小さいことはそのこっちもそうですね。En contra de José Cheo Rojas. Sobre todo la parte izquierda de su cara. Llorando en la cama de. De sacrificio, de punto honor, de mucha vergüenza, Cheo. El medio なんか九頭身ぐらいあるんじゃないでしょうかね。特に顔が小さいですね。No puede entrar, Cermeño. Tiene mejor alcance. 大きく体を揺さぶっています。なんとか。まあ一発を打ち込みたいところです。このままですとチャンピオンポイントはかなり優勢に進めています。しかし両者ともに決定でなりません。お互いにこのようにパンチをかわしてしまいます。なんか悪い意味に取ってもらったらいけないんですけど、タラバガニみたいな体してますね。タラバガニ本当に手足が長いですね。あ、そういう意味ですか。はい、当たりません。当たりません。左フック、ボディブロー、これはブロックしたんでしょうか。いや、クリンチいったところを見ると入ったのかもしれません。Pero de cualquier forma, en caso de que tú llegue a decisión, en mi opinión va a ser un triunfo para Cheo Rojas, porque la experiencia de Cermeño, la calidad de los rivales que ha enfrentado, este muchacho que tuvo inclusive 6 años fuera del boxeo, para pensar que tiene 5 años y tener la posibilidad de enfrentar un título mundial es algo que hay que considerar. Pero un paso de 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 un paso ゴングです。第10ラウンドも終了しました。まあ終盤セルメニョのボディ攻撃がヒットしましたから、セルメニョのラウンドですね。ただしロハスもセルメニョのパンチよくかわしますね。はい、出血はしてますけど、こっちも顔は比較的綺麗ですね。そうですね、はい、
26歳です。ホセ・ロハス、28歳はアントニオ・セルメニョ。これがちょうどチャンピオンにとりまして30戦目。まあ、アルゼンチンのホープパストル・マウリンはですね、こんな変則的なベネズエラの選手、まあ、忘れものすごく乗ってますね。そうですね、すごい乗り方、まあ、レフリーはやっぱりいましたね。はい、それまで36点全勝だったんです。あのパストル・マウリンかなり有望だったっていう、ね、話ですよね。まあアルゼンチンに行ってですね、それ勝つんですから、まあ明らかな勝ちだったと思いますね。判定でこれで世界戦線に浮上してきたんですよね。さあ11ラウンド目、もし12ラウンドがあるならあと2ラウンド。右のストレート飛んでいきます。かわします、かわします、右のパーから飛び込んできました。オセロハス、お互いの体の柔らかさっていうのを披露し合って避け合ってますね。ここまで両者の動きは続いてきています。ここまで来ますとロハス倒さなければチャンピオンというのは可能性的にかなり低いでしょう。まあ試合内容自身そんなに差があるわけじゃないんですよね。ところがですね、1ラウンド1ラウンドをですね、これ独立した戦いとして見ていくとですね、ややですね、やっぱりセルメニョはラウンドのまとめ方がうまいんですよ。ポイントの取り方がうまいんですよね。はい、ペースを試合しているように見せるって言いますかね、印象付けるのがうまいですよね。まあそれも技術だと思いますけどね。まあサッカーでそのワールドカップ出場の試合なんかですね、運動量という言葉使いましたけどね、はい、まあ選手の運動量が落ちてきたから交代させたんだって、カズ選手なんか交代ありましたけど、このセルメニョの運動量っていうのはやはり大きいものがありますね。キビキビよく動いてですね、ヘッドスリップは来る、そしてフットワークは使う、積極的にパンチを空振りしても空振りしても先に先に出しますね。11ラウンド目30秒を切ります。原力と言われながらもこれだけの動きをしてしまいます。やっぱり筋肉とかその体の質が違うんでしょうかね、日本人とは。まあ、筋肉の質は違うんですよね。だからその、まあ、屈筋と心筋、屈筋と心筋って言いますね、伸びる筋肉と、そしてその相手引っ掛けるその筋肉ですね。柔道なんかは屈筋ですよね。で伸ばす筋肉、それを使うのが、まあ、典型的な球技ですよね。野球なんか物を投げる、柔道はね、こう引く力がね、かなり大部分になります。さて、このラストから一つ前のラウンドはいかがだったでしょうか。ラウンドもやっぱりセルメニョですね。ということは、まあクエスチョンマークがありましたけれども、小泉さんは6ラウンドだけ挑戦者に与えました。それと3ラウンドですね。だからクエスチョンマークのラウンドがありましたけど、まあ、ペースはセルメニョが支配してますね。ラストラウンドです。さっきの屈筋と心筋の話なんですけどね、まあノコギリありますね、はい、日本ではこうして引きますよね、はい、歯が内側についてますね。外国では向こう側に奥底についてますね。筋肉の質が違うんですよね。おお、攻め込んでいきます。挑戦者倒すしかありません。あー、随分距離を取ります。さあ行きます。スルッと抜けてきました。あ、もうセルメニョはこれラストラウンドは距離を取って戦おうということでしょうか。無理はしないようです。こうなりますともう本当に苦しくなります、ホセロハス。まあ、相手がですね、セルメニョだからもう自分のパンチ当たりませんけど、この
チオロハスっていうのも悪い選手じゃないですよ、もしこれ東洋の選手とやったらですね、東洋の選手のパンチは空回りして、でこのロハスのパンチはビシビシ当たっていくんでしょうね、おっと足踏まれたか、バントを崩しました、大丈夫です。いや引くばかりではありません、ちょっと出ていきましたが待ってましたとばかりホセ・ロハス出ていきました。このまま逃げ切られてしまうんでしょうかロハス、必死に攻めてますよね、そうですね、あ来いというジェスチャーでしょう。チャンピオン7度目の防衛戦身に入りました、アウスマテには至っていません。ボディから右を返していきます。この辺りでもっと続けたいんですが、クリンチ。右カウンターです。チャンピオン。今左フック。45秒。ちょっと、どうでしょうか。何かアピールしています。ちょっと、揉み合いになってですね。そして、ドブロがあったんですよね。あそうかもしれません。おっとボディから左返します。顔面。あと25秒。ロハスももっとボディを打ちたかったんですね。セルメニョの。なかなか敵をさせてもらえなかったんですね。時間がありません。このままチャンピオン逃げ切りか。打ってきましたね。あ左フック。チャンピオン。長いアッパーツ入れてますね。いや最後は凄まじかったですね。両手を上げましたチャンピオンアントニオ・セルメニョ。12ラウンドお互いにテクニックを一回作ったというような感じ披露し合いました。ホセ・ロハスも遅れて担ぎ上げられています。ラストラウンドはどうでした。挑戦者よく攻めてましたけれども、いや最後にですね、セルメニョがまた構成取りましたね。だからこのラウンドも難しいと思うんですよ、はい。まあ、有効のクリートっていうことだけ取るとですね、これはまあ第一基準ですけどね、まあそのロハスの方がややそのパンチヒットしてたかもしれません、はい。ところがラウンド全体取るとですね、そのセルメニョの方が特に後半アグレッシブに取りましたからね。だからラストラウンド私はそのセルメニョのポイントにしますね。あそうですか、はい。ロハスのパンチもほとんど殺されてましたね。随分タイトがついたことになります、リング上ではどうやらジャッジの発表が行われ始めたようです。117対114、セルメニョですね、はい。117対113、これでもう2人もうセルメニョの勝ちですね。あなるほどね、もう1人はどうでしょうか。119対113、これもセルメニョですね。3対0です、はい。3対0の判定で防衛に成功です。7度目の防衛に成功しましたチャンピオンセルメニョ、大差がついたようです。か6ポイント差、4ポイント差、3ポイント差ですね、ということになりますかね、はい。さあそれではその正式なスコアもう一度ご覧いただきましょう。117対114、117対113、119対113と、C のジャッジが一番小泉さんに近いでしょうかね。そうですね、ご覧のようなやはり差はしっかりとついておりました。これでセルメニョは7度目の防衛に成功です。今お聞きいただけてるかと思いますけれども、リング上ではセルメニョのインタビューが行われているようです。スローを見ながらちょっと振り返っていきたいと思います。
そうですね、相手がですね、サウスポーと言ったのは試合の前だったと。それまではもう右の選手と練習してた。ただし自分はもう体調が良かったんでよく攻めきれたと思うって言ってますね。ああそうですか、はい、あっとまたもうちょっと続くようです。将来の計画はどうだって言ってるんですね。このクラスで戦うのはですねもうウェイトがきついんで、ウィルフレッド・バスケスのその、フェザー級タイトルに挑戦したいと思うって言ってますね。まあバスケスはですねホルフィールド・モーラー戦のその前座で戦うけれどそれが終わるとその自分はそのバスケスに挑戦したいと。今1位がですねラファエル・デルバーレなんですけどねジュニアフェザー級の、はい、それの試合はどうなのかって言われてですねまあそれを戦ってからその返上してもいいということを言ってるんですけど一応もう返上をここで意思があるということを言いましたね。はい、ということで7度防衛しましてセルメニューは次はフェザー級へ進出します。以上 WBA 世界ジュニアフェザー級タイトルマッチをご覧いただきました。